韓国最大の野党、共に民主党のイ・ジェミョン代表が今日午前背任容疑などの逮捕状を発布の是非に関する審査を受けるためソウルの裁判所に出頭しました裁判所による審査は今夜から明日未明に及ぶ可能性があります来年春には総選挙もありますがイ・代表が拘束された場合、党への打撃は必至です国会会期中の逮捕には国会の同意が必要ですが 採決では過半数を握る共に民主党からの造反者が相次ぎ、可決されています。